お前の欲しいものはこれだろ。確かに頂戴しました。さすがはローランド殿、理解が早くて助かります。ああ、この程度であればどうとでもなるさ。誰だ。やっべ。第7章、裏切り者ローラ。あの、それが、おい、いや、もう。よし。
さて、いや、うん、ああ、ローラン、お前、昨日の夜、誰と会っていたんだ？昨日の夜？何のことだ？しらばっくれるんじゃない！お前は裏切り者！この国を捨てるつもりなんだろうが！ローランが、裏切り者？そうだ！ローランが資材搬入を監督した時に限って、ことごとくその数が狂う！そして昨日の夜、例のローブの男とローランがこそこそ取引している現場を、この俺も目撃した。ローラン！これを一体どう説明するつもりだ？そんなはずはない。何かの間違いだよ。セシリウスからも何とか言ってよ！エヴァン様、残念ですが、これだけ証拠が揃っていては、私もかばいきれませんね。え？決まったな。ローラン、お前にはこの国を出て行ってもらうぞ。ふん、そんなに信頼がないんじゃ仕方ない。出て行くとしよう。もともと俺の力はもっとでかい国の方がハマるってもんだ。なんだと？じゃあな、ガット、エヴァン。ローラン、ダメだよ！自らの疑いを晴らすための弁明もなしですか。やはり、ガットーの言う通りなのかもしれません。
おい。ローランの旦那？お前は確かガットーの。カリュウです、カリュウ。お頭の右腕。この男はゴロネール周辺を飛び回るなど怪しい動きをしていたため、スパイ容疑で捕らえました。だから、それは誤解だって。俺はローランの旦那を探してただけ。何？俺を？すんません、どじっちまいました。相変わらず甘い連中だ。ローラン、私が試したいのは貴様の本心。かつての仲間を殺すことができれば、我が進化として認めてやろう。おい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 、てめえ何言ってんだ。どうした？
まさかできんとは言うまいな。できなければ貴様もスパイ容疑で即刻打ち首に。勘違いしないでくれ。俺には俺のやり方がある。それだけさ。おい、冗談だろ？だって俺たちは仲間。悪いな。恨むんなら自分の月のなさを恨んでくれ。この裏切り者！どうだ、これで文句ないだろ。よかろう。合格だ。ねえ。でも。ねえ。あのさ。なあ。おお。やあ。ありがとうございます。はい。
ああ。よし。おい、ちょっと探し物をな。やはり狙いは王家の紋章だったか。いやはや、こんなところに隠し部屋があったとはな。しかし残念だよ、ローラン。少しは見込みがあると思ったのだが、私を騙していたとは。計略は戦争の立派な戦術だ。騙したとは人聞きが悪い。だが念のため貴様を泳がせておいて正解だった。さあ、おとなしく紋章をこちらに渡せ。こいつはもともとうちの王様のものなんでな。お前に渡すわけにはいかない。ただしエスタバニアと平和的に同盟を結ぶのであれば、王家の紋章をお前にくれてやる。エヴァンと同盟を結べだと？バカバカしい。この状況でよくそんなことが言えたものだな。交渉決裂か。だが気が変わったらいつでも言ってくれ。敵に密偵を送り込み、その上で取引を持ちかける。若輩者のエヴァンがこのような機転を聞かせてくるとは驚きだ。長年仕えている王を毒殺するほどの器量は持っていないがな。ふん、私は理想の実現のためなら手段を選ばぬと決めたのだ。この手を汚すことに迷いなどみじんもない。そこまでして追い求める理想とは何だ。我々マウ族は長年にわたりニャウ族により虐げられてきたのだ。ずっと夢見てきたのだ、奴らを我らが前にひれ伏させることを。仕返しか。何とでも言うがいい。
私は勝者だ。王となりボロネールに新たな秩序を作り出すのだ。マーウ族が虐げられていたって言うんなら、なぜお前はラウゼ王の側近になれたんだ？ラウゼ王は私の存在を使ってマーウ族を操ろうとしていたのだ。私を使えばマーウ族が動かしやすかったのだろう。本当にそうかな？いつまでこいつを喋らせておくのです？逃げられる前に殺しましょう。そうだな。全員かかれ！なるほど、そういうことか。すべて読めたよ、この国の状況が。さて、ここはこいつの出番だな。うまくやってくれよ。よし。
はあ？よし。ああ。ああ。ううん。おい。いや。エヴァンはいよいよ中大院の治めるゴロネールとの同盟締結に挑む。複雑な胸中だが、今こそ母国と向かい合わなければならない。二の国の統一、そして世界平和を実現させるために。中大院と父上は結局憎み合ってたのかな。長く一緒にいても距離が縮まらないことだってあるんだ。二人を取り巻く状況がそれを許さなかった。父上は中大院を種族の違いで憎んだり虐げたりなんかしないと思うんだけど、なのになぜ中大院は。恐れていたんじゃないかな。恐れてる？自分を認めてくれる偉大な存在がもし自分のことに見向きもしなくなったらって。本当に好きな人に嫌われることは怖いものだろ。まあ詳しいことは僕にもわからないよ。そうだね。